大きな声でお騒がせいたします。テレビ改革党と申します。この葛飾区において我が党から高橋淳也都議会選挙に立候補しておりますので、ご挨拶させていただきたいと思います。テレビ改革党代表豊島区議会議員靴沢良治でございます。おとといのですね、その前のですね、豊島区議会で私、共産党の選挙違反を散々罵って、名前入りのたすきを選挙告示前に使用したという例を都内各地でやっておる実例を挙げてですね、どうして共産党はこんなに法律守らないんでしょうね、いうことをですね、議会で訴えました。そうしたところ、共産党議員の皆様が休憩を要求されまして、これ前科がありまして、やっぱりですね、共産党に何か都合が悪いことを議会で言われたときに、休憩を要求して5時間休んでた、議会を5時間止めておったという実例が、前科がありまして、その間ですね、議員はおろか職員さんも理不尽に無駄に5時間の時間を無駄にしたのであります。当然帰りも5時間遅くなりました。議員はいいんですけどね、別に議員はいいんですけれども、豊島区の職員さんかわいそうですよ。なんでそんな無駄に5時間も残業しなくちゃいけないのかと私は強く憤りまして、共産党がこういうことできるのはこういう考えからですよと議会で訴えました。どういう考えかと言いますと、共産党は皆さんに富を平等に分配するって約束していると思いますけれども、富の分配のために必ず避けて通れない富の集約、つまり一切の富を共産党がまず集めて測る、どのぐらいあるのかな、把握するという作業については一切皆さんには言いませんよね。富を共産党に集めるということはこういうことなんですよ。皆さん、共産党がもし権力を得たらですね、皆さんのところに来てこう言いますよ。お金も財産も資産も土地も全部よこしなさいと、あなた自身も嫁も子供も親も労働力として提供しなさい、労働力も資産でありますからね、富でありますから。で、おとなしく従う人ばかりではありません。ふざけるなと誰でも言いたくなります。けれども共産党が目指す富の集約には異論は認めてはいけないことになっておりますので、逆らう者はどうしますかと言いますと、古今東西共産党の共産主義革命においてはそれに逆らう者は皆殺しと、こういう前例があります。で、そうしないと富の集約はなされないわけなんであります。けれども共産党はそれを決してあなたには言いません。集約の後に待っている富の平等な分配、それであなたを釣っております。共産革命には、暴力と流血がそういうわけで避けられません。富の集約の過程で暴力と流血が起こるのであります。流血なんていうと聞こえはいいですけれども、要するに人殺しであります。暴力と殺人が不可避、避けられない共産革命を目指す共産党だからこそ、いまだに公安監視対象になっている、なり続けている。そして欧米の多くの国で共産主義が禁止になっている、これが理由であります。共産革命というものはそういうことであります。こういうことをですね、豊島区議会で訴えたところ、共産党議員が休憩を要求して
ギャオ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 大騒ぎいたしまして、結局採決取りまして、この要求を認めるかどうか、議会の議員の多数決で決めたんですけれども、31対4という圧倒的な多数で否決、つまり休憩はさせないと決まったにもかかわらず、それに納得できない共産党議員がギャオ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 なおも騒いで議場から立ち去ろうとしませんでした。その映像を見てですね、私はああこういうのが共産党なんだな、つくづく腑に落ちました。つまり民主主義のルールである多数決には全く従わない、彼らの言っていることを突き詰めますと、俺が正しい、私が正しい、だから従え、私に従え、こういうことを言ってるに過ぎないと皆様も分かる日が来ると思います。我々は共産党さんとは違います、多数決には従いますし、法律も違反いたしません、この高橋淳也、宇治川博明の名前入りのたすきも選挙期間が始まってから初めてつけたものであります。民主主義で決めた法律ルールを守らない者が議員に立候補する資格ありません。我々は違います。法律も守りますし、ルールにも従いますし、もちろん議会での多数決にも従います。共産党のやっていることは多数決には従わない、法律は破る、文句があるならギャオギャオ騒ぐと、論より大声嫌がらせ、論より大声嫌がらせというやつなんですね。共産党の悪口になってしまいましたけれども、こちらにいらっしゃる高橋淳也葛飾支部長は、我が党の方針に従ってじゃない、賛同してくれて NHK 無料化、これはですね、手段を問いません。 NHK を無料にすればいいのであります。民営化でもいいし、国営化でもいいし、スクランブル放送開始してもいいし、いっそのこと解体でも構いません。要するに集金人が夜中徘徊してあなたの家を訪問し契約してくれるまで帰りません。そんな脅しとも強要とも取れる居座りでもって受信料を徴収する、このやり方をやめろと言ってるんですよ。その受信料制度さえやめてくれたら、無料にしてくれたら、あとは NHK がどうなろうと知ったことではありません。スクランブルによって売り上げが半分以下になって倒れてもいいですし、いっそこの手で解体してあげてもいいですし、民営化になっても構いません。国営化の方はちょっと私はどうかなとは思っておりますけれども、要するにNHK 受信料という存在がこの世からなくなればいいのであります。第2の方針なんですけれども、こちらは消費税廃止であります。実は皆様は 10% の消費税取られておりますけれども、その配分は国が 5%、 東京都が 5%、そして東京都はそれぞれの市区町村にその半分の 2.5% を配布しております。東京都の取り分 5% の消費税は約 1.4 兆円であります。消費税 5% 分ね、国が東京都に 1.4 兆円、よこすんですけれども、その 1.4 兆円を国に突き返して東京都内においては消費税 5% にするわ、こういうことは十分に可能であります。東京都だけ 5% ということになれば、千
埼玉、神奈川からもっといろんなお客さんが買い物に来てくれます。それと全国規模の通信販売会社も東京に本社を置きに引っ越してくるでしょう。東京の経済が栄えます。経済規模が大きくなります。 1.4 兆円分の税収以上の効果があると。私は思っております。ただいまご紹介に預かりました今度の東京都議会議員選挙に立候補いたしますテレビ改革党高橋純也と申します。よろしくお願いします。外国政府を飛び越えて日本政府が外国人を保護する行為はあまりにもできすぎた行為で外国政府に対する越権行為と言わざるを得ません。結論をもう一度言いますが、自助、公助、共助の精神にのっとって外国領事館に責任を全うしてもらうように粘り強く継続的に交渉することをサボり、安きに流れ税金を出し続ける政治と行政の怠慢を是正していくべきです。以上の理由から生活保護は廃止すべきと考えます。次はですね、こちらの選挙区ではないんですけれども、江東区お隣の立候補しております藤川博之さんにちょっとご挨拶させてください。ご紹介に預かりました都議選江東区の、立候補の藤川博之と申します。よろしくお願いします。全然見てないのにずっと見ているような人たちと同じ料金を毎月毎月支払っている。こんな不公平なことはございません。支払いたくないな、言われてみればその通り、そんな風に思った方はぜひ我々テレビ改革党にご相談ご一報ください。よろしくお願いします。以上です。そういえばですね、放送法の64条でですね、テレビを置いたら NHK と契約すべしというですね文言はありますけれども、夜中に来た集金人とお話ししなくてはいけません。集金人の相手をしなくてはいけませんという法的な縛りは一切ありません。ですので夜中に NHK 集金人が来ても気分が乗らなければ追い出していいんです。話をしなくていいんです。もししつこかったら110番してください。110番が嫌ならば我々テレビ改革党にご連絡ください。我々が NHK 集金人を必ずや追い返します。 NHK 集金人と話さなければならない義務などどこにもありません。法律で一切決まっておりません。気分が乗らなければ集金人と全く話さなくても結構です。 NHK と名乗った瞬間に110番してもらっても構いません。NHK を名乗る怪しいやつが来て怖いんですけど、この場合は所轄の生活安全課、生活安全課にご連絡ください。110番を受けると所轄さんでは対応しなければならないという決まりが実はありまして、これあんまり言うなって言われたんですけど何とかしてくれます。ですので遠慮なく集金人と喋らなくちゃいけない義務は全くないんですから、 NHK が来た途端に110番することは全く何ら悪いことでも何でもなく、税金を払っている代償にあなたが警察に守ってもらう、この取引ですね、正当な取引でありますので
ためらわないでください。以上ですね、葛飾区から都議選に立候補しております高橋純也の街頭演説を行わせていただきました。何卒皆様の清くて正しくて美しい一票をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。